新年明けましておめでとうございます。えー、今年もよろしくお願いいたします。えー、今回はですね、えー、ちょっとこれまでの修復動画とは趣向を変えまして、崩し字の中でも特にですね、変体仮名と呼ばれる普通のひらがなとはちょっと違った形のですね、 金がありますけれどもその読み方に慣れることで崩し字ですねそれを読む時の参考にしていただければと思って今回からですねこういう動画を用意することにしました。結構ですねあの 私があのいろんな各地のですね、古文書読む会に参加させてもらってるんですけれども、えー、そこで一緒にですね、勉強している皆さんにですね、まあ、お家で自学自習していただくための、ある意味テキストとしてですね、もう使っていただこうと、まあ、そんな意図もありましてですね、ちょっと今回からシリーズで、変態柄になれるというテーマで、 動画を作っっててみたいいなという,ふうに思っておりますでひらがななんですけれどもお、まあ、これもお皆さんもご承知のようにもともとですね、えー、万葉仮名に使っていたような感じからですねそれをさらに崩していってい現在のひらがなになっているわけですけれども例えば「あ」という字ですと 安全のですね、んという字が崩れて、現在のひらがなのあになったり、持ってというですね、漢字、これがですね、崩れて、今のですね、ひらがなのいになるという、まあ、こういうような形でですね、まあ、現在ではですね、こういう全部で47文字、いろは47文字、プラス最後のんを入れたですね、 えーま、48字を、まあ、1つ基本セットとしているわけですけれどもお割と戦前はですね、えー、結構これ以外にもです、ね、たくさんのパターンの仮名がありました、まあ、そういったものをです、ね、読んでいくということをです、ね、皆さんと一緒にやっていきたいなというふうに思っておりますけれども えーまあ、今はですね「あ」という文字はこの安全の案を崩したこの「あ」だけなんですけれども、えー、かつてはですねさまざまなパターンの「あ」というですね、えー、崩しがありました、えーまあ、現在のです仮、ね、名以外のものを変態かなというふうに呼んでおりますけれども、まあ、これをですね皆さんと、えー、一緒に見ていきたいなというふうに思うんですが えーまあ、このようにですねひらがなというのがもともと漢字を崩したものであるということであるならばですね、まあ、逆に言いますと普段からですね皆さんはこの崩し字を読み書きしているというようなことにもなるわけですけれどもこのひらがな、かながですねどの漢字から崩してそうなっているのか。 ですね、この対応関係を覚えておくとですね、えーまあ、例えばこのひらがなの「あ」のような崩しがあればあこれは元の字は安全の「あ」じゃないかとかですね、まあ、そういうようなことがこう分かってくるわけですね。なので、まあ、この47種類プラスを入れたこの48パターンまころぼりだけでもですね かなり崩し字を読む時の参考になるかと思いますけれども、まあ、こういったようなですね崩す前の漢字との対応関係をですね覚えていくということもですね一つ勉強になるのではないかなと思います。 変体仮名ですけれども、さっきも言いましたように、現在使っているですね、仮名とは違った字体のひらがなを変体仮名と言いますが、特にこの明治33年にですね、小学校令の施行規則が、 変わるわるけけですけれどもこの時にですね採用されたひらがなは現在のこの48種類のものになるんですけれども逆に言いますとこれ以前のものはでさまざまなパターンの仮名がありました現行のもの以外のかなそれはですね変体かなというふうに呼んでおります現在用いられているこの48文字これ以外を変体かなと区別して読んでいるということですね 例えばなんですけれども、右側に橋、えー、の袋の写真を載せておりますが、あまあ、これお手元と読みますけれども、このお手元のですね、これオンという字、あるいは手という字はまあともかく、えー、このモートとっていうところが、まあ、これひらがななんですけれども、えー、こちらの左側の橋袋の藻、これはまあ現在の藻。 音同じ形でして、けという漢字をですね、崩してもになっていますが、このとですね、この両方ともこれ、もともとはのぼるという字、これを崩してとというふうに読ませております。で右側の箸袋のお手元のもはしげるという字ですね、これを崩した文字になっておりますけれども、こういったようなですね、現在の形とは違うかなのパターン、まあ、これは変態かなというふうに読んでおります。 で実はまあこういうような崩しっていうのはですねあの皆さんもあのよく和食系のですね、のれん例えば蕎麦屋さんですとか、まあ、そういうようなのれんなんかにですね「木葬場」というふうに書いてあるのれんをですね、よくご覧になっているかと思いますけれども、まあ、パッと見なかなか読めないんですけれども、まあ、あれもですね、変態仮名で書かれているために読みづらくなっております。 えーまあ、その他ですねこういうあの和食系の看板とかのれにですねよく変態仮名が使われておりますのでお汁粉の汁粉とかですね天ぷらとかですね是非、えー、皆さんあの、 街中にあるです、ね、和食系ののれんとか看板をですね、えー、見て、えー、その中に崩し字がですね隠されておりますので、えー、変態仮名が隠れておりますので是非見ていただきたいなというふうに思いますけれども、えー、この動画でですね特にこの変態仮名の元になる漢字字言字母といううにこれから言いますけれどもそれを一緒に調べていきたいなというふうに思います。 変体仮名の一元なんですけれどもこれ赤字で囲ったものが現在の時代とは異なるものなので変体仮名というふうに呼んでおります例えば絵なんですけれども現在のひらがなの絵は衣という漢字を崩して絵になってますが例えば江戸時代の絵を崩してこのようなです、ね、形の文字、まあ、こういったようなものが変体仮名としてこう出てくるわけですね えー、あるいは「お」という字は「おいて」という字を崩して「お」に現在のひらがなの「お」になってますけども、えー、完全にその現在のひらがなの「お」になる。 途中ううんでしょうか変化している途中のですね、まあ、このような形も、えー、なんか一見するとひらがなの「た」に見えなくもないんですが、まあ、これがですね、えー「おいて」という字の崩しになりまして、まあ、これが「オンの変態が名になっているということですねだから割と印刷物なんかでもこういうような文字があと、えー、先生のものでは結構出てくるということになります「か」という字もですね「えー、ひらがなの「か」「現在は加える」という字からですね えー、崩れたものが今の「蚊になってますけども「かの」の「か」をですね崩した形、まあ、これが変態仮名としてですねこういうパターンの「か」もあるということで、えー、こういうようなですね現在のひらがなとはですね違った形の仮というものが結構ありますでそれを赤で囲っておるわけですね逆に言うとこの黒い部分あの赤で囲ってない文字が現在のひらがなの 事態と、あとそれの元になっている漢字を下にまとめてありますので、また動画を止めてですね、ゆっくりご覧いただければと思います。で ちなみになんですけれども、こういう変態仮名というのはですね、えー、例えばワードとかでですね、表現しようと思うと、まあ、通常難しいわけですけれども、今便利なものがありまして、えー、現在、文字情報技術促進協議会と言ってますが、まあ、こちらがのホームページでですね、エクセルデータでアップしております。えー、特にこの MJ 文字情報一覧表、変態仮名編というですね、えー、ファイルを 今ダウンロードすることができるようになっていますでこの Excel データをダウンロードするとですね、例えばこの「あ」という字ですけれども、安全の案のこの崩しだったり、あるいは「アイという字ですね、この「アイという字をこの崩した、この文字も「あ」の変態がななんですけれども、こういったものをですね、これ画像データでアップしてますので、これをクリックしてコピーペーストするとですね、ワードなんかに貼り付ける。 貼り付けて表現することができるという非常に便利なものがありますのでまた皆さんもですねこの右下のところに URL を載せておりますまた是非ですね検索かけてこちらのですねホームページもご覧いただければと思います、まあ、このような形でですね変態仮名のリストがあるんですけれどもだいたいですねこれ300文字ぐらいありました ですので、まあ、あの変態仮名も合わせますとひらがなの、えー、次元「次母」っていうのはあ300文字ぐらいです。でずし字の読解にですね必要な字数として、まあ、数百文字だというふうによく言われますけれども。 結構それとですね、重なっているものが多いんですね。えー、なので、えーまあ、このひらがなのですね、字母を覚えることによって、崩、え、し、ー、示のですね、読解にも役に立つというふうに言えるんじゃないかなと思いますので、えー、ぜひですね、えー、皆さんもこれ、一度ですね、えー、変態仮名の一覧表をダウンロードしてですね、えーまあ、できればまあこれをプリントアウトして、 その文字をですね、こう鉛筆で上からなぞってみるというのもいいかもしれません。それによって、この変態仮名と元になっている漢字との関係、関連をですね、覚えていただくというのも勉強になるんじゃないでしょうか。 まあ今回ですね、まあ、このような形で、えー、さらっと変態仮名とは何ぞやというですね、お話をさせていただきました。えー、次回の動画はですね、実際に私が古本屋で購入しました往来物を元に、そこに登場するですね、変態仮名を皆さんに紹介したいと思いますので、えー、またですね、次の動画もご覧いただければと思います。それではどうもご視聴ありがとうございました。